新潮ビヨン石垣赤星星形成前新潮成功となるです。今日も全身全霊でね、新潮に関することを発信していきたいと思います。新潮の場所にとはチャンネル登録よろしくお願いします。さてね、本日お話しさせていただくのはズバリなんですけども、成長ホルモン治療の、終了時期の検討についてってとこお話ししていきたいと思います。成長ホルモンね、結構もう始めてる方も結構多いと思います。その中でまあいつやめるべきなのかってとこですね。特になんですけど、骨端線閉鎖が近い時期ですね、まあ、いわゆるその、まあ、かなりギリギリになってご相談いただいたパターンですね。そういった場合にどういう風な考え方で治療終了時期を検討していくかというところを説明していきたいと思います。ちょっと、ね、ちょっとまたあの手元のシールを使いながら説明していきたいと思います。はい、それでちょっとね、まあ、あの文字も書きながら説明していきたいかなというふうに思います。治療終了時期を検討するときは3つの項目から検討していきます。1つ目が実測身長、実際に計測された身長、これがすごく重要ですよってことです。まあ、当たり前ですけどね、まあ、具体的に言うと、まあ、伸びているのか伸びていないのかとか、そういったところですね、まあ、身長、ごめんなさい、ちょっと字が汚すぎて、私字超汚いんですよ、いつも急いでばっかり書いてるから。実際の身長、実際身長伸びてるかどうかが治療を終了するのか継続するのかにとってすごく重要なポイントになってきます。そして2番目が ALP、 いわゆる採血の検査ですね。採血の検査で結果が良ければ続けましょうね、採血の検査が悪ければ終了しましょうねって説明になります。そして最後が骨端線の状況ってことですね。骨端線が閉じた状態であれば当然ね、治療終了しましょうってところですし、まあ、骨端線が空いてれば治療続けてもいいんじゃないですかと説明になります。例えば実際に身長伸びています、採血量もすごくいい値です、いわゆる ALP であれば113以下だと大人の値ですので、113以下はダメなんですよね。なので113以上であれば基本的にはまあこれだけでいくとまあギリギリ続けていいでしょう。ただ175以下だと基本的にはなかなか身長伸び率は低いので、まあ、こういったのは三角ってところで、まあ、ここら辺の間を取ってあの治療検討していくって感じですね。で、骨端線の状況がどうかというところで、骨端線に関してもちょっと細かい話をすると、まず基本的には、手首の頭骨の部分がですね、すごく重要になってくる。頭骨っていうところの骨がすごく重要になってきて、ただ超細かい話をすると、頭骨の後に骨盤、こういったところが閉じてくるので、超終盤になってくると骨盤のレントゲンだったりだとか、そういったところもチェックしながら、判断することもしばしばあります。で、ここで当然なんだけど、こういう風にして実測身長が伸びてます、 ALP がいいです、骨端線も閉じてません、こんな時っていうのは誰も迷わないですね。〇〇〇だから治療層も続けましょうという説明になっています。それに対して実際問題でこういうことが起きます。実測の身長があんまり伸びていない、 ALP は全然ダメだけど骨端線はすごくいいよねとか、こういうふうに矛盾するケースなんですね。先生どうして矛盾するんですかって質問する方もいらっしゃるんですけど、世の中矛盾だらけですね。世の中矛盾がない方がおかしいですね。理論上全て合致するってことは世の中少ないわけで、実際の身長においてもそういった形ですね。じゃあこの3つの中で最も重要な項目は何ですかというのは、ここが重要になっています。で、この中で一番重要な項目、皆さんお分かりでしょうかね。ってところで、一番重要なのが実測の身長、これがすごく重要になってきますよとかですね。 ALP と骨端線に関して言うと、皆さん勉強が進んでくるとだんだんね、この ALP とか骨年齢とか骨端線とかそういった単語がすごくね大好きになってくるから、それに目が行きがちなんですね。で、そこですごく重要になってくるのが、結局身長を伸ばすことが我々の目的ですよってところですね。まあよく医学の世界だと、まあアウトカムって表現もしたりするんだけど、アウトカムってのは大事ですよとかですね。だから何を目的としてるか、我々は身長を伸ばすことが目的ですよ。変な話なんだけど、身長がすごく伸びてて ALP 全然ダメで骨端線バツでっていうのは、これ正直言って問題ないんだよね、はっきり言って、まあ、こういうケースは非常に少ないけどもね。だけどこれは OK だよってことは、なぜならば我々の目標っていうのは実測身長を伸ばすことが重要だから、基本的にこれをベースに考えて、それを補足するものとして ALP や骨端線があるよってところをぜひ覚えてください。ということで、骨端線が、ね、閉じかけで成長ホルモン治療を受けてる方で、ね、ぜひご覧いただければと思いますので、今後も全身全霊で身長に関することを配信していきたいと思います。身長の場所の人はチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた。